おはよう。おはようございます。おはようございます。おはよう。おはようございます。運転中。はい。なんすか。ありがとう。いやいや、とんでもないです。あとで。運転中だからさ。はい。なんかあんまいろんなこと考えられないよね。みんなの命扱ってるし。まあまあもちろんもちろん。集中しないといけないもんね。はい。もちろんそれは。そんなロケマさんに朗報です。なんなんすか。なんすか。すか二人して。俺知らん。目尻にしわ寄せさなニコニコして。俺知らんで。ちなみに俺ほんまに知らんでこれ。俺ほんまに知らんで。目尻なんだ。いや知ってる顔してるな。ちほんまに知らんだって。なんなんすか。いやなんかさ、はい、やっぱちょっと僕の中で説が一個あって。うんうんうん。ちょっとそれ検証したいなっていう。ああなるほどね。検証動画ねこれ。これ検証動画です。ああ珍しい。えサブチャンですよね。サブチャン。開封じゃない。まあでもたまにはいいかなっていう。あリアルをね。もうだってみんなちょっと飽きてきたみたいなのコメントもあるじゃん。まあね、まあ、ポケがマンネリしてるみたいな、ね、マンネリしてるみたいな。でもポケがチャンネルとかしょうがないですけどね。マンネリするしないないですけどね。まあでもやっぱ視聴者の要望にも応えたい気持ちもあるわけよ、うん、はいはいはい。見せ方を変えていくと。そう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 。だからちょ検証動画です。はいはいはい。その内容についてはまあちょっと言えないんで、ちょっと長回しになりますこれ。なるほどね、うん、こっから4時間4時間おメインにやる。ロケマさんにはこっから4時間走ってもらいます。おー、まあガソリン入れれたら全然いけますよ。ガソリンは入れれないです。ガスケットします。ジャフ呼ぶってこと。ジャフ呼ぶ。でもさ走ってないよな。俺が走ってるわけじゃない、ジャフが走ってるんですよ。あのさ、はい、このオリパー買う。待って、おい待って待って、車線変更してるんですよ今。危ない危ない気をつけて本当に。いや見てますよ。あんまこっちは見ないで。いや見てない。今前見てる。前危ない。買う。ついたいや買わない。えでも買うよ。あほらもう今止まったんだよ。もうリセットです。でほら青のスリーブだ。よっしゃありがとうございます。いややめろやめろ。おやめろやめろやめろ。じゃあお金はとりあえずもらっときます。すいません。あれ5、6、7 あります。数えるな。10万円。はい。だからこっちはもらって。いやいや買わないでって言ってんすよ。いや買う買わないで、買わないでって。こっちだけ戻してきます。お金は名人がほんまにもらったから。もらったけど どうするこれ。いやどうする。じゃあ買わん。買わん。寄付する俺らに。いやいや何を言ってんすか。いや買う買わないじゃなくて。危ない前見ない。じゃあ前見とって。信号ちゃんと見て。いやめっちゃ赤。こっち見んなって。危ないから。いや赤なんですよ。で青なる瞬間とかもちゃんと見ないと。いやなんで進んでないし。あ青なっちゃった。買わん。どうするん。いや寄付って何なんですか。まず寄付とかじゃないからもう。買うか買わないか。だから買わないです。じゃあ買わん。買わないって。買わない。買う買わないだったら買わないって。でもだって一個言っとくのは詐欺でしょ。危ないって買う。詐欺でしょ。一個言っとくのはこのお金も戻りません。いやじゃあ買う。あー買うんだ。いや買うしかないじゃん。戻んないって。だったら買うんだ。だったら買った方が得じゃないですかそんな。まあまあね。まあ危ないしね。余計なこと考えても。いやそう、それは今は危ないですよ。やっぱりこれは検証結果出ました。何すか検証。運転中だったらあんまり考えれないから買うって言うっていう検証結果出ましたんで。おっしゃ。危ない。このハイエースは難しい運転してる。難しいな。ウインカーずっと出してるけど全然車線越してこない。だから俺がさ、もうこれ買いました。あなたは買いましたよ。はい。だって10万返ってこないでしょ。それは分かんない。もう名人だって買わないで言ったらどうなるんですかその10万。だからそれ、え10万はとりあえずもらう。なんでなんですか。だって名人がそう言ってんだもん。俺がルール、うん、それあれですよ。やってることあれと一緒ですからね。危ないって手とか離さないで。両手でちゃんと両手で。いやあれですかね。教習所でちゃんと習ったでしょ。10時と2時でお願いします。うせえ。ちゃんとやって。じゃあ赤で買いますよ。離すなって。いやだから赤なんすよ信号。赤でも離しちゃダメ。ブレーキは踏んでるからちゃんと。いやでも離しちゃう。見してもらっていいですか。嫌だよそれ。だからほんで自作とかされてたら俺困るんで。じゃあしてない。いやだって分かんないじゃないそんな証拠はない。じゃあどこのお店買ったんですか。いやもう忘れた。S マやったかな。お前絶対買わねえ。絶対買わねえ。 S マだった。だから絶対買わないですよそんな。じゃあもう帰ってこない。じゃあもう俺。あでも S マだったら何じゃも当たるんか。PC当たるよね、はい、まあ、うん、あ入れてたもんな。そうだから、まあ、じゃあちゃんとしたとこで買ってます。まあ本当にこちゃんとしてるとこね。自作どうする。あいつ開ける。いつ運転しながら行く。いや無理でしょ。それこそ絶対なんで危ないって言ってんの。逆にいいんすか。運転しながら開けて。だからちょっとパーキング止めてよそしたら。ああ車の中で開けると、うん、止まりますか左。でもあそこ警察いるから大丈夫か。警察に開けてもらう。あもう警察後ろで開けましょうじゃん。変かそれ。警察後ろで開けてやりましょう。そんなもう、まあ、本当に警察いるから目の前に。
これ大丈夫なのこれ。いや停車 OK なんだここ。あなるほどね。駐車がダメなんだ。確かに停車 OK なんだ、うん、でここで誰かだって白のベンツ捕まってるで前で。本当だ。だからあれ事故っすね。なんで捕まったか聞いてこいよ。どしたん。俺ロケマサだけどどしたんって言ってきたら。一番の当たりだけ教えてもらっていいですか。さすがに。あええで。そのせめてちょっと見るわ。しかも青いってねちょっとなんか惹かれてるところあるっす。うん、アホだな。グレイシア。え？V スター。あとはブルーの探索。おいいよ。おブルー、ね。ミモザ。ピッピ。おうおう。おうおう。ピッピ D で。エリカの正体カトレアルギア V とか。おカトレアいるんだ。いいじゃん。なまあまあまあ結構てかアドレアいますね。そうだよ。何口あるんですか。全部で77。え少ない。いけんじゃん。いける。77分の10いったから。えいったな。じゃあ今行っていいですか。うん行きますね。うん、キラティナ V の SR これデッキで使ってます。おおやったー。これ高いん。まあ5000、6000ぐらいですかね。あじゃあまあまあマイナス。まあでも普通の SR よりは当たりですか。まあでも普通にデッキで使えるっていうのはいいよね。まあでも4枚入れてるな。3枚か。まあでもあと1枚入れる。なくすかもしれない。なくすかもしれない。まあまあなくすかもしれないから確かに、うん、このギラティナ好きなんだよ。ありありあり。え普通になんかいい有料リパだけど買って普通になんかちょっと今嬉しかった。それってそう思って買ってきたの。まあ、分かっててやったんですか。ロケマサが喜ぶやろなと思って、うん、そうです。ドンうえメロンの SR、これ多分4000円ぐらい。おーなるほどね。最低保証それぐらいなんか。じゃあえめちゃくちゃ有料オリパじゃん。半分ぐらいは最低保証あるってこと。そういうことじゃないですか。えぐ普通にだから全部多分売っても5万は返ってくるとかだったらまあまあギリなんか心の持ちようはあるというか。メロンもジャムも地味に使えるかな。いきます。ドン。うわあでもなんたねだ。えでもホローってどうなんだろうな。ハイパーレア。メジンこれじゃいくらか見てもらっていいですか。ナタネのハイパーレア。それ安そうやね。でもまあ確かにね。これの SR だったらめっちゃ高かったっすね。ナタネ HR あるんだ。万個言ってた。まあ確かにあるんですね。知らんかった。まあでも可愛いからまあ嬉しか。でも確かに3000。え販売3000。あーなるほどね。まあじゃあ1500円とか2000ぐらいか。だいぶ外れやな。いきます。頼むぞマジ。ドン。おーあーこれか。最悪。まあそのギラティナロストデッキには使えるっすけど、まあ、確かにな。 SR 安いよな。 SR より僕一時期持ってたな。 SR のアクロマ、まあ、SR で全部揃えちゃってるからな。これ結構外れだな。でルギア V 引きたいな。それで言うとカトリアか。使えるカードでいきます。マジ頼むぞ。はい。うわこれいくら。3万ぐらいすんじゃない。マジでしそうじゃない。しそう。アクロラはなんと販売、はい、28000。うわい。ただなんかありえんぐらい横にライン入ってるんですけど、ね、横線ね。このところはね横線すごいある。あ減額ですね。これ減額ですかね。だから減額じゃないです。あこれ違うんだ、違う、うん、うわアセロラマスターいるわ。これ減額じゃないのでかいじゃん。これ減額じゃないです。やったこれめちゃくちゃ嬉しい。おめでとう。勝ったようなもんでしょ。おめでとう。これあとマジ全部回収しよう。えあと何。あと4口しかない。あちょあと5か。いいなアセロラ。負けないですよ俺勝った。うんまあ別にいらんけどいきます。ちょっと反ってます。ドン。おー木肌。 SR、ね、SR の方か。 SR めっちゃ安いっすよね多分。なんか木肌って高そうに見えてたよね最初。高かったのにな、ね、まあ、SR なんかちょっとまああんまり良くない。なんか背景が良くないですよね、まあ、まあやっぱ SR になると全然変わるっすけど。キラキラ感が違うもんね、うん、だってクソドアップになるんで、まあ、可愛いですけどね木肌、うん。紙セットどんだけ時間かかってんだろうね。キャラVO5 とか多分ガチガチしますよね、うん、あれ1本使ってるわ多分いきます。あちょっと反ってんな俺も。いきます。ドン。ホモノのバックアップ。いいやつそんなに。えちょっと古いやつじゃないですかこれ。なんか古っぽい、ね、え、うん、あんま見たことない。えあでもレギュレーション F か。えこれめっちゃ安いもしかして。か強さといったら弱いですよね多分これ SR。 いや多分これ安そうだな。うわ3000。うわ外れか。でもまあ別になコレクションとしてはちょっとありだな。まあコレクションとしてはですけど、ね、うん、いいなあ。まあでもよかったわ。やっぱ PSA 点がよかった。ウィンウィンの関係になれたな結構。確かによかった。ウィンウィン。お互いが満たされたなこれ。全然満たされてないまだ。いきます。でこれでも逆にここでルギア V とカトレア出したらもう10枚いきますからね。もうアスラヒキイジエビでね。ドン。わあ。もうやったじゃん。うわ。いやこれ確か安いでしょ。イラストよくない。やったじゃん。いや、イラストはいいっすよ。めっちゃ良くない。なんか一時期中国持ってったらめっちゃ高いっていう噂の。そうなんですかこれらしい
でもこれアートレアの PSA 10なら分かるんですけど、これ単品だったら多分めっちゃ少ないですか。じゃあこのメコギンいくらですか。3000ぐらいじゃん。うん、絶対そう。3000もしなさそう。しなさそう。でもなんかあんま最近見なくなったっすねこれ、うん、このコイキン。一時期それ結構こっちか行くかって話題だったの。あ、V や最悪。あ、でもルキアブイある。あ、そうか。え、ルキア来た。黒黒い。うわ、黒くね。え、全然、何これ。え、なんか茶色、水色。ちょっと、あー、スピアね。え、ガチハズレじゃない、うん、これは多分今までで一番ハズレな気がする。ほんまのハズレかもな。え、あと何本。あと1。え、ガチハズレ来たぞ。あと1口。あと1口。1口。いや頼む、マジアセロラ級の来てほしい。せめて上。こっちから行きますか。行きます。トレナカ、トレナカ、トレナカ、トレナ、トレナ。お、うわ、まずいよ。よく安心。うわー、 SA 25周年。あ、25周年だな。最悪だ。ブラッキー。あ、ブラッキー、ガブリア出た。これはいかんな。出た。2000か3000ぐらいでしたね、確か。確か安かったよな。最悪。まあでも、まあ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 だよ、本当に。うん、まあまあっす。まあ5万ぐらい返ってたんじゃないですか、うん、多分そんな感じだね。じゃあ、メイジ、ありがとうございました。何が、何を。メイジ、ありがとうございました。何が。おい、いや、違う、ありがとうございました。交換で楽しかったっすよ、オリバー開封させてもらって。うん、よかったよ、はい、やっぱこの体験を10万で買ったと。あ、まあ、体験大事だからね。まあまあまあ大事。ツアーだから今日こういう。あー、ツアーなんや。別にまあ返してもいいんやけど、うん、もう一回ロケマサ回ってくるから。でもこれってさ、だから引いてないか。そうだよね、引いてないに入るってことですか。だって勝ち近くに行ってないから、まあ、せめてトントン、うん、せめてね。だからまあまたロケマサが次仕掛けられる番ってこと。うん、あー、俺が次仕掛けていいんすか。仕掛けられる。あ、なんでだ、言ってなかった、そうやって、うん、いや聞いてないし、言ってないでしょ、動画の冒頭。それはもう記憶喪失だろ、ロケマサの。その俺に仕掛けてきた時に、うん、言ってたよね。ああ、そういうことね。そうそうそう。ああ、あの動画でね、トントンぐらいまで行けば次ささげさんって言ってた、うん、ああ、でもこれ俺が引いたわけじゃないんで。いや、でも勝った人だ、うん、ね。でもその、うん、自分で引いてやっぱ真っ向勝負しないと。だってこれどっちか引いてるわけじゃないですか。多分この引きのあるさはささげさんかな。いや、それ僕じゃないよ。どっちなんですか、実際。店員さん。店員さん選んだんですか、うん、ああ、なるほどね。まあ、ささげさんかなと思ったけど、引きの悪さ的に。で、店員さんだったな。僕だったらもうアセロラ8枚ぐらい出てる。そんな入ってたら誰でも引くわ。もう絶対残ってない。まあでも良かったんじゃないですか。まあまあ、そのお互い良かった。ギリ1枚出たから。うん、じゃあ帰ろうか。帰ろうか。うん、帰ろう。帰ろう。安全運転で。うん、そりゃそうや、うん、安全運転しかない。一応名人預かったりとかいいんで。いやいや、それはなんでなんですか。危ないもん。ここ置いとく。危ない、それ見てまうから。ああ、そう、気になってね。そうそう、傷ついたりしたら危ない。あ、じゃあいいですよ、はい、危ないって。ほんもうバレてるし、外の女の子。じゃあもう若い老若男女に、警察の人に渡してきて、それ。あげまーすって。ガチ受け取るんですかね。ご苦労様でーす。じゃあ一回やってみますよ、本当に。無理や。怒られるぞ。怒られるから。怒られるよ。いらないって。なめんなよ、警察。じゃあ出ちゃう。どっちか振ってきたんでしょ。ちゃんと仕事すんねん。いや、でもちょっと上げて喜んでる反応を見てみたさもあったっすけどね。小池くらいになると喜びそうじゃないですか。喜ばねえだろ。なめんなよ。警察は。じゃあ終わりますか、次回ね。じゃあ僕のリベンジ会でお会いしましょう、また。で、僕が神引きして次佐々木さんにボールを託すんで、ね、覚悟しといてください。いつでも今回。もう鼻すごい下がってるわよ。ありえんぐらい鼻こすりにこすってた今。ちょっと焦ってんじゃないですか。焦ってないわ。じゃあ終わります、ありがとうございました。